ごご紹介ままますすす藤本でございいいよろししくお願いいたします、えー、と私は今あの、経済学部におりまして、このものづくり経営研究センターというのをやっておりますが、わ、え、り、ー、と分離融合ですね、私が普段お会いしている方は、多分7割方理系技術者、現場の人ではと思います。えー、と昨日もですね昨日延岡から帰ったところなんですけれども、おとといは延岡で3社あの、中小企業の現場見て、親父さんと話して、まあ、宮崎ですからね。 あの相当飲んで、ですね <laughs> とにかくあの山ほどあの焼酎出てきますんで,で、親さんと一緒に飲んで,で、次は頭痛いなとか言いながら帰ってきて、そのまま授業と、こういうような生活をしております、えー、今日はですは、ね、そういったものづく、まあ、りの現場のお話、まあ、ですから私、大体、まあ、年間、そうですね、えっと多分数十の工場は見てると思います、先週の今、これはメキシコにおりました、メキシコの工場を見てました。 えー、ということで、まあ、1000や2000の工事は見ております。えー、その、まあ、感覚から見てです、ねそのあの、いわゆるその無駄の話、無駄の話をするということですね、流れの話をしなきゃいけないんですね。えー、と何の流れかの話は後で申し上げますが、えー、と流れてない状態というのは駄だだというふうに、ものづくりでは考えます。えー、この辺をですねの話をしますが、私は大体い,い,いつもあのこう来てです、ね、からものを考えますんで、えー、とすいません、えーと、資料ございません。 えとまあ、あの書いてあることですね、あの大体あの集約されてますんで、えーと、そちらをご覧ください、あのいくつかあの、えー、と持って帰っていただきたい言葉は少し強調していますので、えー、とそこだけよろしくお願いします。えー、産業現場の無だ、まあ、取り改善と成長戦略、なちょっとあまりいい題じゃないですね、これね、えー、そういう中身を見ていきましょう、えー、と私が先ほど言いましたようにです、ね、これは村山という山形県にあるあのちっちゃな、えーと 交機械の工場、早坂さんという社長がいて、ですね悦、えっと、月さんという会社なんですね、えー、これ2 0 1 1年、この間また行ってきましたから、時々ま,あ、ね、また来ましたよみたいな感じで行くんですけども、こういったところから経済学を考えていくと、まあ、一応私も学者ですから、経済理論も考えますが、ですからこういうところから考えていくと、今のちょっとメインストリームの、ですね要するにあの主流派みたいな経済学とちょっと違う風になっていくるんですよ、経済学がね。 でむしろねあの、結論から言うと、19世紀の古典派みたいな経済学の方がね、しっくりくるんですね、えー、と20世紀のや,やつですね、だから僕はよく言うんですけどね、あの音楽とかそうじゃないですか、音楽って、あの現代音楽とクラシックと僕、ジャズもクラシックも好きですけど、あのちゃんと仲よく共存してるでしょ、ね、だからね、えーとえーとあの、経済学も古典経済学とです、ね、現代経済学はです、ね、仲良くやっていただきたいであの、生産については古典経済学に任せてもらいたいと。 いうこ,とですこういうことで言うと、いきなりですね、あのなんかあの経済学の主流の方々に、なんかけんかを売ってるみたいで、あれなんですけれども、ちょっとそういう言いたいこと、先言っておきます。えー、と私はですから、こういうところで、えっ、ー、とまあ千二千見てきています。で、えー、ここからですね、考える、では現場って何なんだろうかと、こういう場所ですね、これ、工場の中ですね、現場というのは、ですね、突然、抽象的になりますが、この一番下の黄色いやつですね、これが現場ですね、えー、と一番上、日本経済があります。 日本経済って今、500兆円、えーと、バブル崩壊後です、ね、500兆円止まっちゃったですね。日本という国はです、ねあの、今から考えると、冷戦の時にですに、ね、ものすごく伸びて、冷戦が終わったとに500兆円で止まっちゃった国なんですね。えー、そういう,うポスト冷戦期を今、われわれは四半世紀、その前、半世紀の冷戦期、ね、こういう時期を経てです、ね、今、われわれが2016年のときううに立っているわけですが。 じゃあ、今、われわれはどういう形で無駄をなくして良い流れを作るということをしなきゃいけないのかということについて、私は一応、実践的なことをやってますその、延岡行ってきたのもそれなんです、今、全国で13の、えー、と県とか、市とかですね、そういうところで、東大と連携して、ものづくりインストラクタースクールというのをやってます、ものづくりのですね無駄をなくして流れを作るような仕事をするですね人たちを全国に作りたいと。 全国に一つでもいいからい、良い現場を残したいということであります、まあ、社会科学をやってますの、ね、で、社会科学の検証っていうのは、なかなか実験というわけにいかないんで、もうその要するにその自治体巻ち込んで、ですね、えっと、社会ごとをこうゆ、ゆすらないと、ですねなかなかこの検証になりません、だこれ、相当あのくたびれるんですけれども、私も10年これやっておりますが、えっと、最初のうちは誰もついてこなかったんです10年経ったらだいぶあのいろんな方々が来るようになって、昨日一昨日もあも延岡で非常に盛り上がりました、延岡のものづくり、頑張ろうぜっいな話をね。 してくるえー、と再来週は今度はあの福井県行って、福井県でまた同じことやって、ですね工場を見て、でえー、講演会やって、酒飲んで、えー、頑張ろうぜというのを、ですねこれをずっと繰り返しております、ね、私、いつまで体持つか分かりませんが、えーと、体持つ限りはこれをやろうと思ってます。さあ、これですね、ちょっと経済学の話になりますが、経済学っていうのは大体あの、えーと、消費者っていうのがいて、か企業っていうのがいてる、ね、経済学の教科書、そういうふうな人が出てくる、一番下にこの企業がありますねっていうふうになるんですけどね。 僕ら1 0も二千も現場見てる人間から見るとね、違うでしょと、ね、日本経済を本当のそこのところで支えてるのは現場じゃないですかと、ね、これ確かに中小企業ですと、僕もあの中小企業いっぱい行きますけど、大体社長室があの現場の2階にありますよね、完全に現場に密着ですから、この企業と現場はほとんど一体と考えてよいと、そういう会社もありますが。 えとまあ、別にあの、えー、といやゆするわけじゃないけれども、ただ東京駅の辺りにあるです、ねえー、と本社ですね、これはもう工場からはるか離れて、まあ、あの工場のことは数字で入ってくるみたいな感じに、ね、なってますよね、で,ですから、それでもですね社長さんがあのこまめに現場に行ってるような立派な会社もありますけれども、社長さんがどうかするとですね社長室こもってなんとか新聞をです、ね、読んでるだけみたいななっちゃってる場合もある、そういう会社はあまりよろしくないというふうに私は思います。ちゃんとと現場が遠いからといってですね え見に行かないっていうことで困りますね現場をちゃんと見に行ってほしいと思いますこれは工場の方から見たらわかりますからね工場に行くと社長この10年来てねえんだよみたいな話が来るんですよそれはまずいぞって話だよね、えー、こういうですねあの現場からあの下から見上げる形で日本経済を考えてみようというのが今日の話その中に流れの話が出てきて無駄な話が出てきますそういう話でお考えくださいさあこれ見るとね さっきの,あの、えー、と山形県の現場ありましたね、これ、えー、とあの僕がね、こうノート取ってましたね、えーと、付加価値が流れる場所であります。なぜならば、日本経済全部は500兆円の付加価値でできてますね、付加価値って言葉ありますね、ですか、これあとななんで、何が付加価値かの話、あとでしますけどね、ですから、500兆円って言われてますも、ね、大体ね、えー。で、それは例えば自動車産業とか、工作機械産業とか、先ほど言った製薬、ね、えっ、ー、ね、小林先生がやった制約産業とかね。 もちろん医療ですね。五十嵐先生だったね。全部これ、あの産業であります。そしてそこには企業がありますね。武田製薬であるとかですね、えー、とトヨタ自動車であるとかね。あるいは先ほどの話で、えつきっていうちっちゃな工作機械メーカー。ね、先ほどの話で言うと、この現場は、ね、えー、と工作機械産業の一部であり、そしてえつきというあの、まあね、会社の一部であり、そして山形県村山市という地域の一部でもあるわけですよ。でそれぞれに対してね、 現場ってこうあのマルチにこう貢献すするんですよね、えー、と産業に対してはやはり付加価値を生み出すという形で、まあ、県民所得がこれで上がりますからね、ねえー、とあるいはその,その産業の,、えーまあね、あの規模が大きくなっていって、そこで働く人がたくさん出ますんでね、付加価値をで貢献する、企業に対してはやっぱり利益で貢献します、ね、あの利益なんてっていうかもしれないけど、やっぱり利益出ないと、やっぱり銀行もね、お金貸してくれないで、全部潰れちゃいますから。 やっぱり利益って言っていい、ね、そんなにめちゃくちゃ必要ないけど、やっぱり必要ですよね、だから利益はああやっぱり出さなきゃいけない、出さないと、この現場で閉鎖になっちゃいますよ、お前のとこ利益出してくれないから、もう閉鎖ってね、社長から言われたら、現場っていうのは、これ、あのえー、と企業の一部ですから、閉鎖って言われたら、これ、レトカールですからね、もうあの分かりましたら、畳むしかないんですね、だから、逆に言うと、そうならないように現場一生懸命頑張って、ですね生産性を上げたり、品質を良くしたり、えー、何やかややってですね、 社長さんに、うんあの、来年も頼むぞというふうに言ってもらうために、現場ってのはもうジタバタやってるんですね。そういうジタバタやる現場を私は専門、二千0見てきてるわけであります。そこから経済学を考えたい、えー、それから地域ね、山形県ですね、あるいは村山市、村山ちょっと今、人口どんどん減っちゃってですね、3万人切っちゃったかね、えー、となんですよ。まあですね、それでもなんとかですね雇用維持しようって、ですね市長さんも頑張ってやってます。えー、と私だから、市長さんとも会いますしね、あのからこの社長さんとも会うし、 だから工業会の人とも会うし、現場行きはこういう人たち会ってね、あのなんだかんだしながらあの、これを進めていくわけですが、さあ、どうでしょうね、雇用の維持、利益貢献、付加価値を生む、これ、すべて現場がやってることであります。でもっと言っちゃうと、あの多分ここで人を育てますよね、良い現場は人を育てますよ、さらに言うとですね、あの良い現場ってどうですかねあの、月曜日行くのが楽しみっていう人、まあねもう行,くのね、行くの嫌だ、嫌だっていう人もいますよ、もちろんね、いるけど、良い現場は、どっちかというとね、 あのいや月曜日の楽しみっていう人が、えーとねえー、いっぱいいますね、これはパートさんも含めてそうですね、ねえー、つまり先ほどの人生の,かあの、ね、意味とか質って話よね、先ほど岩田さんありましたよね、まさに人生の中で病院行く時間もだんだん増えてくるんだけども、やっぱり工場で働いてる時間とかね、職場で働いてる時間って長いですよね、その時間が充実した時間であるかどうか、みんなにありがとうって言ってもらってね、いいあのなんか今日もよかったなっていうふうに言えるかどうかというのは、良い現場があるかどうかであります。良い現場は 人人にあの人生に生意味を与えますねこれ私あのあの、東日本大震災の時ね、あの時にあに、これは、ね、私ももちろん被災地行っておりますけれどもあの、現場でね、あのこれあの漁師さんが、ね、家と漁船船と、両方いっぺんになくしちゃったわけですよ、ね。で、聞いたわけね、どちらが大事ですかと家と。 船とどもちろんだから、まあ、仮設住宅へ行くとしてもねそういうふうに聞いたらねもちろん船だとそしたらね漁師にとって海が現場ですよ、ね、そして彼らはこのおじさんねもう普通のなんか普通の僕特徴したおじさんなんですですね <laughs> それはだって俺たちはあの海に出て人間になるんだと海に出て人になるんだとつまり,やっぱり海という現場で現場で 何か人に役に立つことをやることによって、俺は人になるんだその、その人は俺は人になるんだって言ってるわけですよ。ね、だから、言えなくても人だけども、現場なかったら人じゃねえんだ、俺はって言ってるわけですよね。それぐらい、ある種の人たちにとっては現場というものの意味は重いと思うんですよ。現場は人の人生に意味を与える。ね、だからそういういろんな意味を持ったこの現場というものですね、これ、経済学のです、ね、教科書で生産関数ですとか言ってて、そんな簡単なもんじゃないんですね。もっとずしっと重たいもんだと思うんですね。 その現場というものを、私、良い現場を山ほど見てます、よくない現場もたくさん見てますけど、えー、そ,のその結果として、やっぱり良い現場を日本にたくさん残すこと、できるだけたくさん残すことが、一番良い成長戦略であると、確かに規制緩和も大事だけども、あれは申し訳ない、1 <laughs>、えー、丁目1番地ありません、2丁目1番地ぐらいしてほしいね、えー、あれはですね、1丁目1番地は良い現場を残すことです、なぜならば、付加価値が生まれてるのは現場だからであります。 そして流れが、ね、できてる、付加価値の流れができてる、その流れを作って、お客様の流れを、ね、つないでいって、お客さんにニコにこと、お客さんに喜んでもらってありがとうって言ってもらおうつってやってるのが現場であります、ね。これをいかにね、たくさん残していくかということであります。さて、そうしますとね、この3つ、これ、えー、こういうの何というか、これ日本にはいい言葉がありますね、三方よし、三方よし、ね、売り手よし、買い手よし、世間よし。 地域というのは世間ですね、これは大見商人が何百年前、ね、から言ってることです。大見商人というのはご承知のように、いわ、ね、ば滋賀県辺りから出てきた人たちですけれども、常にアウェーで戦っているアキンドですよ。アウェーで戦うのにね、俺さえ儲からいいなんて言ってたらです、ね、もう地域でももう、ソース感になりますからねで。地域で良い仕事をしていこうと思ったらね、ねもちろんお客様に喜んでもらう、買い手よし。ね、で自分もちょっともう、やっぱりもけ出してもらわないと、これね、アキンドですからね。なんだけども あと必ず言うのは世間よしなんですよ。これが入ってないと長続きしないんですね。逆に言うと、日本のね、いろんなあの有料な、僕が見て、いいね、ここはっていう現場の,あの方、あるいは中小企業の方というのは、大体ですね、なんとなくこ3歩に入ってますね。ということは雇用を大事にしますよ。ね、あの僕は一昨日見てきた延岡、えっとえっと、もね、工場すごい苦労してね、今のところまではい上がってきた工場ですけれども。 50人、例えば50人、ね、いるとこれ、この50人の方々ね、女性も男性も半分ぐらいいるんだけどね、あのどういう人ですかっ全員正社員ですと、すみません、給料安いですけどあの、全員正社員ですと、やめさせませんと、ね、いう話になるんですよ、じゃあどうするんですかね、あの例えば、ね中国、中国って、ね、ついこの間までね、日本が20万円の給料だったら、向こう1万円ですよと、ね、生産性を2倍、3倍、5倍で上げなかったら、もうとてもじゃないけど、これ、潰されちゃうんですよ。ね グローバル競争ですからね、競争はこれはもうしょうがないですからね、生き残らないいけませんから、2倍、3倍、5倍生産性上げるんですよ、そうすると、何が起こるかというとね、あの成長してない今の日本なんかだと、人余りますよね、200人雇ってね、一生懸命200人正社員でね、社長頑張ってやってね、いたところがですよ、ね、150人住んじゃうんですよで、僕らそういう工場見てね、すごい、もう一人でね、60台ぐらい機械ね、見ながらね、すごい生産性で、やってこれでなんとかね、 えっと、中国にも負けない工場を作ってますと、いまだ生き残ってますという工場があるわけですね、でやっぱ素晴らしいですと、もうね、社長も頑張ってるしね、現場も頑張ってるしね、大体そういうところって、社長と現場が信頼関係につながってますよね,ねで、ところがそこでね、聞くわけですよ、社長でもこれね、こんな生産性でやっとったらね、50人ぐらい余っちゃうんじゃないのと、ね、お宅200人の工場だって言ってるけども、150人で済んじゃうんじゃないですかと、どうですか、ね、50人余りますよね。じゃあ50人首切って ね、あの株主様にご報告するんですかと、利益が上がりましたって、ご報告するんですかって、まあ、聞くとしますね、まああのまあ、冗談で聞いてみますよね、どうでしょうか、私が見てるです、ね、有料なあの、まあ、良い現場だなと思うところを仕切っている中小企業の社長さんで、ですねもちろんですよなんて話聞いたことないですよ、どう言いますか、皆さん、大体、わかりますよね、皆さんの近所にもそういう会社あると思いますけどね、それは、ね、とんでもございませんと、ね、だってま,あまず一つはね、うちち、ちっちゃいから株主総会ありませんと。 かぶりそんんなな怖くないんですよと、ね、でもう一つね、もっと怖いものがあるんですよと、世間でございます世間様ですよと、ね、もしこの工場で50人も切ったらね、この地元じゃ私の工場はちょっと大きな工場ですから、目立つんですよと、ね、50人も切ったら次の日ね、地元の高校の校長先生がと怒鳴り込んできてね、お前のところはうちの大事な生徒50人切ったそうじゃないかと、お前のところにはもう二度と、二度と人は出さねえからなと。 ともう一と言で言うと、ですね私、そんな50人も切ったら、この街で表通り歩けませんと。こうなるわけであります。これです、地域だよ、世間よし、ね。これをみんな、別にねその、えー、だからってわけじゃないんだけど、なんら染みついてますよね。だ従業員は大事にするんだと。ね、今時なんか、ほらあれ、ね、グローバル資本主義なんだから、そんなね、甘いこと言ってるから、日本の工場だめなんです企業だめなんですよと、ねえー。これからお金ですよみたいなことを言う人いますけども、私、この間、アメリカの、えー、とたまたまあの先週ですか、 えー、ついこの間までオバマさんの,あの,あの,、えー、とあのエコノミックアドバイザーですね、経済顧問をやってた、えー、スザン・ヘルパーって僕の友達なんですけどね、たまたま会ったんで俺その、アメリカどうなってるのよって話したら、いや、アメリカ最近ね、リー,ーマンショックの後やっぱりね、あのやっぱお金お金いっとったらこうなったかなと、もうちろん人を大事にしようぜっていう方向にアメリカは行ってるよって言うんですよ。だから アメリカは金、金、金って言うんだからねあの、俺たちも金、金だって言ってる人たちね、日本はね、人が大事だなんてことを言ったら甘いですよなんてことを言ってる人がいるとしたら、そういう人こそ古い、お前はもう古いというふうに私は、私、えーまあ、ちょっとすみません、口が悪いんでね、申し訳ないです、あのえー、こんな感じであの話しますが、えー、でありますね、でつまりあの人を大事にするね、経営ってね、なんかやっぱり戻ってきてますよ、そしてあとで申し上げますが、人を大事にする経営というのは決してね、 後ろ向きの経営じゃないんですよ。人を大事にしようと思ったらね、イノベーションやらないと持たないんですよ。ですから、だからこれ、簡単に言うとね、現場が頑張って、ね、生産性を2倍にする、3倍にするってやってね、で、えー、やりますね、そうすると、人は余りますね,ね。余ったら、余った人を首にするんじゃなくてね、さっき言ったように、首切ったらもう、ね、表通りありませんからね、ね社長、走り回って仕事を取ってくるわけですよ。これ取ってくる中に、もちろん営業をね、努力をするもあるし、 でも自分で新しい図面引いて、新しい製品を作って、そいつでもって勝負だってのもあるし、親企業のとこ行ってね、今度新しく出てた新製品、あれ、うちにやらせてくださいと、今、これ全部実話です、の今日私が話した全部実話ですからね、いつか、もう土下座してでもみたいな話ですよ、仕事をもぎ取ってきたと、だからさっきの工場もそうですよ、これね、今、さっき話した石川県の白衣の町にあるあの繊維の,ねあの工場ですけどね。 1>, ね、1人60台持ち、とんでもない生産性で、えー、やることによって、これならバングラデシュも勝てる、えー、あるいはあ中国にも勝てるっていう凄まじい生産性でやってんだけども、人が余ると、50人余ったと、どうしますかと、いや社長がね、いや、もうあの私、親会社、東レなんでね、ちょっとこれ、言っていいのかな、<笑><笑>とね、言ってみましてね、よくある話ですよ、ね、自動車の、ねえー、シートの、いろいろありますね、一番今、最先端ってね、炭素繊維でできた、 シートって今、考えてるんですよね。で、これ、すごくつくの難しいですよ。でもね、うちはね、技術力もあるし、改善もね、できるからね、あのお返しね改善してお返ししますから、うちにぜひやらせてもらいたいって,って、だからもう,あのそう、親会社とかね、あるいはそのおおおおカスタマーのね、企業のとこ行ってね、とにかくそれをやらせてくださいって言って、仕事、取っていくんですよ、社長が、ね。で、50で、行ったらやってましたよ、ちゃんと。で、これで、ね、余った50人食わしておりますと。いいですか これがあるから、現場が信頼してついてくるわけですよ。ね、仕事のことは親父に任せとけばね、なんとかしてくれるから、俺たちは生産性向上だと。だそうでしょ、だって生産性向上をやりました、ね。で、なんとか中国に、ね、勝てる向上になりました。ありがとう、でも50人余りました。じゃあ50人首ねってやっちゃったらですよ、す次の時、今度はバングラデシュとの戦いだとね、そしたらま,あまた生産性2倍するぞって言った時、誰がついてきますか。ね だからつまり、こういうあのものづくりでな良い流れを作る、無駄をなくす、ね、あのこれテクニックはいっぱいあるんですよ。トヨタは400のテクニックを持ってます。僕は200ぐらい感情しかできませんが、えー、持ってますね,ね。でもそれね、テクニックも大事なんだけども、そのフィロソフィーですよね。何のためにやってんだよ、それをと、ね、いう話。これがついてこないと、このお、ね、無駄取りとかやったって何の意味もないんですよ、っきり言っ、ね、皆さんやっぱり人生とか、ね、地域とかね、なんかそういう何かのために、 良い流れを作る、良い流れを作るってことは無駄をなくしていくってことなんですがね、それがあ今日私、申し上げたいことでありまして、ですからこの三方四よし、ね、そして、えーと、現場に良い流れを作ること、これがあの今日の話だ、ここまでの話は私、このまま帰っちゃってもいいんですけども、えー、とまだちょっとですね、<laughs> まだちょっと時間ありますんで、<laughs> えとお少し話しますねいいいですかこれあのお先ほど言いましたよね。 確かに日本経済でいうとですね、日本経済新聞でありますけど、ああいうとこ見てもね、えーと、失われた20年だよねと、確かにそのとおりですね、全然ね、あれ、賃金上がってませんからね、ねだから産業はね、これはね、えー、とえ子、ー、清、えー、水です。これからね、あの製薬産業が強くなるといいなと僕もさっき思いましたけども。 自動車は強いねと、電気やられちゃったねと、半導体やられちゃったねと、でもセラミックコンデンサーは強いよねと、ものによってやっぱりこれ、明暗があるわけですね、当然これは、えー、とおおいろんな形であの比較優位ってものがありますから、えー、といいの悪いのがまだら模様です、地域もまだら模様ですね、ちょっとここ元気ないねっていう地域とね、ここはね、なんかね、あの実は強いってありますこれ、実は強いってなかなかわかんないんですよ。っていうのは 我々もですねそういったとこ行って、ね、例えば、ね、群馬行きや高崎のです、ね、駅前では、ね、中小企業のおやさんと飲むわけですよ。そうすると、ですねどうですか最近というとね、その中に、例えばね、たまたま調子の悪い金型屋さんが1社いて、そこの、ね、おやじさんが座を仕切ってたりしますと、当然みんな炎上しますよね。ねいや、いやもう,うちはだめだよ、もう,もうね日本じゃやってられないよとかって、これは本,本音でね、本当におっしゃるんですよ。ね、そう周り、若社長、10人いるとするでしょ、その中で,ですよ。 いや社長お言葉ですけど、うち去年、史上最高劇だったら、お前、出てけちゃだなんでしょ、ね、皆さん、今日空気読みますからね。いやうちもだめですよ、うちも、ね、みんな見たら、群馬県でそんなだめかと、みんなもうね、マクロ家かと、ね、これ、ひでえやなと思ってね、えー、ちょっと暗い気持ちになってです、ね、私、ちょっとトイレとか行ってね、お酒も飲んでますからね、すみません、こんな話で。で、トイレ行きますでしょでね、じゃあ、ちょっと私もで若社長がね、2、3人ゾろゾろっとそのトイレについてくんですよ。で、トイレで隣でこそこそって言うんですよ。 社長の手前言えませんでしたけど、私のところ、実は去年、去年と2011年、12年でもうね、もう頑張って回復してましたからね、2012年ぐらいで史上最高益ですと、これ絶対親父には食わないでくだいってね、いう話なんですよ。つまり、あの大体見てると、中小企業で、今あの、大企業の平均よりも儲かっている中小企業って、実は3割4割いらっしゃいます。誰も言いませんよね、当然ね。<laughs> だけど、本当にいます。ですからあの、もちろん、かわいそうな中小企業の方は山ほどいらっしゃいますよ。だけどね、 あのこれはあの私のと一緒にあの仕事をしているあの中澤さんという中小企業論の大会なんですけどね、彼の名言、えー、かわいそうな中小企業はいるが、中小企業はかわいそうじゃないということがあります、えー。だからなんかこう、えー、なんですかね、現場見ないで、現物見ないで、なんかこう、えー、と読んだものでですねこのはずだっていう、これが一番よくないですね、えーと、現場現物で見ていただきたいと思います、えー、で今日の話は全部私、現場現物で聞いてきた話以外はしません。でしょうか はいでまあね、それで、えーとねえー、と地域もいろいろだ、ただね、この現場、<coughs> 貿易財っていうのはです、ね、これはまさにね、新興国と戦ってきた、ね、あの自動車だとか、家電だとか、ね、家電がちょっとやられちゃいましたよね、自動車はまだ平気ですね、ケミカル結構強いですね、水、伸びてますね、だから、でこぼこがあるんですよ、浮いたり沈んだりしておりますけれども、ここはですね失われた20年だったらね、失礼ですよ、苦闘の20年ですね。 すごいハンデだって、向こう1万円で、こっち20万円で、賃金で20倍の半でしょってるんですよ、ね。それがまだ頑張って、なんとか生き残ろうってやってたわけですからね、これ、ものすごい苦闘ですよ。ね、だけども、でずいぶん、ね、残念は潰れましたね。僕の指るところやった、ある家電メーカーさんの工場は、これははっきり言って本社がほだと私は思いますけれども、ね、生産性を7、8倍にしたあげくに閉鎖になった工場があります。本社何を見取ったのかと私は 申し,上げたいがしかし、逆に言えばそれぐらい厳しかった、7倍、8倍に生産性を上げてもね、あの閉鎖って言われても潰されちゃった工場あるんですよ、日本には。ね、でも本当にだからみんな苦労してますね,ね。だけどもね、今どうですか、2016年、結構たくさん生き残ってるじゃないですか、ね。そして後で申し上げます、この人たちにとって今、夜明け前です、あれもう夜明けが始まってるからね、ちょっと長いトンネル、20年間の長いトンネルを抜けて、少し、えー、と薄日がさしてきている。 ね、こういうとですね、いやいや、中小企業ってみんなかわいそうなんでしょうっていう話ありますけれども、これは私は現場で見ておりますから、ねえー、と彼らはあの物言わぬ臓器みたいなので、ね、黙ってんですね、で時々でちょこちょこって言うんですよこあのか、簡単に言いますとこういう話なんですね、いいですか、10年前、中国の賃金は約1万円、ずっと1万円だったんですよ、というのは、農村地帯からいくらでも人が出てきましたから、ね、ずっと1万円、こっちは20万、さらに20万円にしましょうか、20倍ですよね、20倍ハンディがついてたら、これ、厳しいですよね。ねこの状態で やったらもうそのまあまあ負けますよね。でもこれはですね、えっ、ー、とこの世代の方だったらいいかな。えっ、ー、と大リーグボール陽性ギブスって男性の方はわかりますか。女性わかるかな。大リーグボール陽性,性ル養成ギブスをつけてね、えっ、ー、と試合に出てるようなものであると。えー、そうするとヘロヘロの球しか投げられないからボカスがやられてたわけですよ。でもね、この人ギブス取ったらどんだけ筋肉ついてんだと。こういう話なんですよ。疾風に軽装するなんですよ。だから知らないうちにすごい力ついてんだけども、なんたってすごいハンデだったからもう。 やっぱり負けてたわけですね、ハンデでもってね。だけどね、ハンデが緩んできたらどうなりますか、これ。ね、要するに、そうですね、えっと、おお20、まあ、年前、2005年ぐらいの段階でね、仮に中国の安いところがね1万円、こっちが20万円としましょうか、それから何が起こりましたか、2005年ぐらいからね、あの春節でお正月にですね、えー、っと国へ帰った、ね、中国の労働者が,の人が帰ってこないと、エレゴちゃという話が出てきたんですよ。つまり 差し物の中国もあれだけでかくなりましたから、その農村地帯から無制限供給で人が出てくるってことがなくなったわけです。経済学的にはこれをルイス,ルイスの転換点と言います。えーまあ、名前は覚えておいてもいいですけどね。要するに、その頃から賃金がぐわーっと上がり始めたね、中国でね。ね日本人が気が付くのは5年後ぐらいなんだけどね、上がり始めたんですよ。大体どのぐらい、まあ、ざっくり言って、5年で2倍ですよ。ね、中国の賃金5年で2倍。日本はずっと20万円。上がってませんね、残念ながらね。ね日本は20万円。 ね、向こうが1万円だったのが、2005年、10年になったら2 0万円か何か2万円ぐらいになってるね。で、また次の5年でまた2倍になったから、2005、6年、今ごろって多分ですね、まあ、4万円とか5万円とかなってますよ。日本が20万円のままだったら、どうなりますか、これ。大体いい5分の1になってますね。ですか。じゃあ、5倍という生産性の差はひっくり返せるのか。ひっくり返せる場合があります。場合があります。 散々の目に遭ってきた産業に造船業ってありますね。ねで、あの瀬戸内とか九州行くとね、あの中手の造船業って大きいとこじゃないんですよお。エリートが行ってるね、東大から行ってるとこだめなんですよ、場合も知ないけど、東大生いないとこがいいんですね。あのねえー、とこれね、これもね、あの儲かってるって言わねえでくれって言われてんだけどね。というのはあの、彼らあのあの、上場してないからよくわかんないんだけど、実は明らかにトヨタの2倍ぐらい儲かってますよ、利益率で言ったら。20%ト儲かってます。ですか黙ってるけどね。名前だけ,名前だけ言いますよ。 今治、常石、名村、大島、佐野安、こういったところです。九州から接続のね、あの造船所ですね。さあこの辺ってだからベラベラーーに出てきてるんですよ。今韓国はですね、あのハイテク船はもう全部取っちゃってね、まあお金持ってますからね。もはや日本はもうなんか完全にの接近詰めなんですよ。ところがその韓国の造船業はみんな大赤字ですわ。中国の造船業はどんどん潰れてます。その中で史上最高益出しているのが このの日本中、ねえー、鉄汚染なんですよ、ね、僕は全部あ私はこういう人間ですから、今言った全国線でほとんど全部見てます、行ってます、えー。そうすると、いろんなことが分かりますね、えー。生産性は3倍から5倍ですよ。しかも中国のほう、えー、は、ね、あの溶接工ですから、ね、溶接する人たちで、ね、船作るってね。あれ結構あの熟練工ですから、結構高い。もう日本の3分の1ですよ、今。だったら、これあの、原価計算っていうのね、ちょっとやった方だと分かると思うんですよ。 生産性が3倍で、賃金が3倍だったらとんとんですね。生産性が5倍で、賃金3倍だったら勝ちですよね。逆に、ね、向こう生産性はあの、賃金が3倍なんだけど、生産性は2倍ですっ言ったら、2倍だけど負けですよね。わかりますか、これね。生産性とその、ね、賃金差のこれ競争ですからね,ね。その時にさっき言ったようにもう、もう造船は、ねあの、生産性3倍から5倍で勝ってると。 自動車も多分そんなもんでしょうね。そして、賃金差がでもね、賃金差が20分の1だったら、これ、やけ石、水だったんですよ。でも、今やもうそれは、ね、潮目変わったんですよ。この潮目が変わってるところをですね、ちゃんと見てるのが、この、えー、と今言ったような会社のです、ね、経営者の人たちですね。えっ、ー、と、これは本当に、本当ね、命あり潮目読んでますよ。だから、あと東京のほうでですね、あの新聞読んでる人から、部下の,あの、あと、レポート、棒読みしている社長からですね、 えと空気読んでるだけの、えー、役員、こういう方々がたくさんいらっしゃる、ですねあのここかだめなんですが、だめなんですが、ここはそういう人じゃないんですよ、社長自らが本当、潮目読んでます、だから全部違うことやってますよ、これ話し始これだけでも1時間かかっちゃうので、今日はやめときますが、これ本当にね、あのすごいす、そしてそうやってね、やってるのを見て、現場の連中、をものすごい生産性を上げていって、今言った中の一つはあ、これはアメリカでお墨付きであります、世界最高の生産性の造船所は日本にあります、九州にあります。 この工場、かつては1隻も船が作れなくて、本当にもう人がね、えー、もうクビにするかってなったときに、クビにせずに、えーと、中京地域ですね、その頃人があ、まあ、少し足りなかった、に全部応援で出したんですよ。この連中がトヨタ系の工場に行って、トヨタ生産方式を持って帰ってくるんですよ。で、世界一なんですよ。ね、何が起こるか分かりませんね。ねからね、ここの会社のね、いわゆる最高経営者みたいな方と、この間ね、ご飯食べたんですね。 でですね、社長、ね、お宅がトヨタの2倍ぐらい、ね、利益出てますけど、お宅様の,、ね、あの,あの経営の、ねえー、根幹はなんですかとというふうに聞いたんですね。ただ利益の利のうも出てこないですよ。人ですと。こういうわけです、ね。リップサービスで人ですって簡単ですけどね、もうやってるんです、ここ。僕ね、この工事、あの造船に行ったんですね。行ったらね、僕は大体、ね、車レンタカーして行くわけですよ、ね、九州の周りね。そったらね、間違えちゃってです、ね、入り口間違えて、隣の工事入っちゃったのね。 隣の工場ね焼酎作ってるんですよ、ああ、すみません、これ焼酎ですかと、と私、隣に行きましたんでね、隣の造船所行って、そこで造船所の工場見せてもらって、ね、でであの夜、歓迎会だとか行ってあのあの、社員食堂でみんな飲もうとか言って、また誰出てくるんでね、えー、九州ですから、焼酎出てくるんですよ。そしたらね、見たら、あっ、この焼酎見ましたよ、私、隣の工場でやってる工場やつですねったらね、いや、あれ、うちなんですよと。うち焼酎、うち芋も作ってますと、畑もありますと。 わかかりますかつまり、本当に、ね、今でこそ生産、ね、彼らは手植えさん、出利益を出してるけども、本当に仕事がなかった時にねあに、中京地域に応援で出して、ね、首切らない、それでもやっぱり、なんだかんだ、まあ、こう島なんだよね、島からどうしても出られない人たちがいたんで、分かった、じゃあ、あんたたちのために、焼酎作ろうじゃねえかと、芋を作ろうじゃねえかってね、今でもやってるんです、これね,ね。だからその頃の、だから本当に、震災をなめした頃のあの跡が残ってる。ここの人人ががそういういとをやった人が 人でですすと一言言えばこれは重いですよね,ねだからやっぱり私はなんとなくこういうね、人を大事にするんだというふうに言ってる人たちがやってる工場が、ねあの、しこたまもけてるというのを見ると、ね、なんかね、ざまみろと、誰に対してか分かんないけど、ざまみろと思うんですよね <laughs> だ、誰に対してだろうね、まだ分かんないんですけどね、うそう。それが今の日本のですね、えー、ともちろん、えーと、さっき言ったように、ね、あのデコボコありますよ。 ね、私、こんなこと、でね、今日ね、なんかあのいいことばっかり言ってますけども、もちろん、散々な目にあってる工場もありますし、ね、企業もあるんだけどもね、やっぱりそれは全部まとめると、今言った話になります。あもう時間なくなっちゃったね。と <laughs> いうことで、これが私ですが、<laughs> まあちょっとすみません、これはあの、えー、とあまり使っちゃいけないからけど、これが、皇太子殿下と、これが超藤夫、豊田会長ですで。私は今東大のの道部ですのです えの部長やってますんで、実は小林さんも剣道部なんですね、今日は剣道部でなんですけど、えーと、この方も剣道部の元キャプテンですね、えー、で非常にあの強かった方でありますが、あの現場を見て、まあ、あの私の天皇陛下でも皇太子前後でも話したことありますけど、あの非常に現現場場を大事に現場の,非常にあのよく聞いて、大事にされますね、非常にそういう方でよかったと私は思いますけれども、ここでもそれやってますね、ですか。そしてこの張さんの えー、師匠に当たるのがこの人です、誰だか分かりますか、あ書いてありますね、小 <laughs> 野太一さん、えー、私は1984年の7月にお会いしたことがあります、3時間ほど話を聞きました、それ以来、私はこの方の信奉者であります。そしてこの方が何を言ったかというと、無駄をなくして流れを作れと、無駄をなくして流れを作るのが企業の根幹であると、それは産業のためでもあり、経済のためでもあり、我々の、ね、子どもたちのためでもあるんだという強い信念を持って、流れ作りをしていった方であります。 何のの流流れれ付加価値の流れでありますこの話をね、まあ、今日あのします。ということは、あの結論のもうね、先に言っておきますけれども、えーと、そのお客様に向かって、その付加価値が流れていない時間、流れていない状態のことを無駄というわけであります。この,この世界では、ものづくりの世界では、そういうふうに言うわけであります。それをもう真っ先にです、ね、言ったのはこの方であります、えー。フロー、流れ、これが一番大事だという考え方ですね。えー まあ、これ、エピソードはいっぱいあるんですけどね、ちょっとこれはもう飛ばします。最後のこれだけ見ましょうかね、ゴールド・ラッドっていうね、これは物理学の人で、TOC というね、まあ、非常に有名なあの理論を作ってですね、今、日本でもずいぶんってますね、これね。えーまあ、残念ながらこの方が亡くなってします、イスラエルの物理学者です、えーで。この人がですね、面白いこと言ってるんですね、戦前に、あ、生前にね、えっ、ー、とね、日本、あと、世界のね、世界史の三大偉人とは誰であろうか。ね、物理学者ですか,からね、えーと、最初はニュートンですよ。 まあ分かるやつ、ね、ニュートン。ね、次はなぜか知らんけど、ガンジー。な、ま、ん、あ、となく分かりますね。で、3人目は大野だってうんですよ。ですから、世界史の三大偉人はニュートンとガンジーと大野だというぐらい、この人はやっぱりこの大野さんを信奉していた。私もこの人は本当に尊敬してますが、えー、これは、 だから、ね、なんか、まあ、トヨタ方式っていうと、なんかね、コストダウンしてくびきってね、下請けいじめて、なんかってそ、そういうさ、イメージがあるかもしれませんね、えー、そういう面がないとは言いませんがあの、根幹はそういうもんじゃありませんね、むしろコストダウンをするのであればね、えー、簡単に言えばコストを下げた方はコスト見るな全問答みたいですけどね、えー、流れを見ろと、良い流れを作れば、おのずとよく流れてないとこが見えると、川と一緒ですね、よどみが見えると。 そこを徹底的に改善をすると、みんなで改善する。みんなで一致団結で改善していけば、品質も良くなるし、生産性も上がる。生産性が上がれば、他の条件が同じであれば、コストが下がる。そしてリードタイムが短くなる、納期が短くなる。これすべて良い流れができれば、全部ついてきます。だから、ね、コスト下げたかったら、コストを見るなと。流れから見ろというのが、これが、大野さんの教えであります。で、私もそれはそうだと。もう一人、ちょっとだいぶ古くなりますが、 えと物作りののり元祖とと言われる人の話をちょっとします、えー、この人ですね、これあの、えーと、ローマ行くとこれありますね、これ、ね、これでかいの一部ですけれども、アテナイの学童、ラファエロ、ど真ん中に二人います、あのこれあの、あれですね、あのギリシャの,あの哲,哲学者、勢ぞろいみたいな絵なんですね、見ると面白いんですけれども、ど真ん中、僕、これ、ソクラテスとプラトンかどそうじゃないですね、プラトンとアリストテレスなんです。よろしいでしょうか。そして、えっと、こ手を見てください、プラトンが上を指している。 アリスストテレス多分、これ、ラファエロ、なかなか偉いですね。僕がこうやって説明するために書いてくれたんですね。いいですかこれ、私がナレーション入れます,いいす。現代風にナレーション入れます。ね、プラトンが言いますね。ね、アリストテレス君よと。ね、世の中には、こう、椅子とか机とかね、安田コードとかいろんな人工物がある、いろんなものが、ね、あ,のあるけども、これら設計物があるよねと。この設計図ってどこにあるんだと。完璧な設計図ってのはね、神様が持っているんだと。天井に設計図面、図面庫があって。 そこに完璧な設計図がある、それをイデアというんであると、ね。それが上から降ってきて、下のね、我々の世界に転写されるんだけど、我々はだいたい全部出来損ないの、転写し損ないみたいな、ね不、不完全な設計図でできてると。完全な設計図はね、神様たち持ってないんだっていうのが、まあ、どっちかというとプラトンですね。それに対して、違いますよと。今ここにあるんですよと。ね、いいですから、この彼の手は、これはで、ここにある椅子だとか机だとかね、コップだとか、ね、こういう建物だとか、こういうところにもすでに、 ね、その設計情報が宿っている、そしてここにもうすでにその真実は存在するんだつまり真実は現場現物に存在するんだよということを、えー、と昔、実は刑事条約って本なんだけど、どこが刑事条約か分かんないですね、本当にね、現場現物の本です、これ、ね、あの実際これ、あの帰りにちょっと、あの事務所でよちょっと立ち読みしていただくとね、あの刑事条約のに書いてあるのに中にね大工さんが何を作ったとか、そんな話いっぱい書いてあるんですよ、えー。つまりあの、これはものづくり学の元祖であります。そして 彼がね、えー、言ってることを少し翻訳しますと、ね、これはあの世の中のすべてのものは、軽装と質量の組み合わせであるって彼は言ったんだけど、これを現代風にちょっと言い直すと、少なくとも人工物に関して言えば、設計情報と媒体の組み合わせであるということになります。例えば、ここにたまたま、えー、とコップがありますが、これはプラスチックで出てきますね。ガラスのコップ、木のコップ、いろいろありますけど、全部コップって名前ですよね。いいですか。 なぜいろんな材料のようにコップっ名前なのか、コップという名前が本質だからであります。それは何かと,いうとこう、ね、この、えー、とものが僕に対していいことをしてくれるからです。僕に対してこれがいいことをして、例えば、ね、こうやって操作をする、飲める、ね、置いても壊れ、ね、あの倒れない、それからまあ見た目、まあ、まあちょっとかっ,こ、まあまあ、かっこいいとしましょうか、かっこいいとね,ねで、えー、そういうあらゆる機能を持ってますね。この機能を見てて僕は、ね、気に入っったらこれ120円で買ってもいいよと ね、値札見たら100円を二20円分ラッキーだと。これ消費者異常ってうんだけどね。ということは、100円でこれ、ね、僕、喜んで買いますと。買ったとしますね。100円で喜んで買う人が1万人いれば、100万円の、えー、と商売になります。よろしいですか、ね。で、僕はこれ、100円で、まあ、買ったとしますね。さあ、中見てみて、原価計算してみるとこれ、例えばこのプラスチック、ね、この素材ですね、この、これは四角いとこです。メディアですね、媒体、あるいは直接材料。ね、これ、10円としままあ、20円としましょうか。 そうすると,、えー、と、付加価値は今の100円から、ね、材料を引いた80円分であります。これを全部足すと、ね、世の中の全部、日本中のものを足すと、500兆円の日本の GDP になるわけであります。ですから、日本経済はここから始まるんですよ。ね、そして、ね、これが、今言ったようにね、えーと、全体が100円ですか。その中で、このメディアが20円。そしたら残りは、付加価値ですけど、付加価値は何よって生まれたんですか。設計情報以外、ありえないんですよ。 ですかこれでもってね、100円で売って、皆さんを喜ばせたいと思った人がね、半年か1年前にどこかにいたんですよ、その人の頭の中でポッと出てきたの、これね、早速、あれあの設計図書きますね、デザイン画を書くで、そしたらそれをです、ね、精密な設計図に書いて、ここが何ミリ、何ミリ、何ミリね、決めて、そして、えー、今度はその中身を、えー、とこれ、金型にします、まずね、ねこれ、たぶんな真空成形ですかね、これ、まあ、金型作りますよ。 ね、金型を作って、金型が設計情報を持ってるわけですよ、そこに、ねえっと、なんかシートを持ってて、ぶっとふ、ね、膨らませるか、吹き込むか、溶かして流し込むか、何らかの形でこの形ができて、これの同じ形のもがたくさんできるわけですね、これを設計情報の転写と言います、転写、だからあれはですね、あのえっと、印刷と一緒ですね、転写をするというふうに、ちょっと言葉があるんですけどね、そうすると、その設計情報を転写をするということを、生産というわけですよ。 ただ、われわ生産というのは物が変形することとは考えない、えー、設計情報の転写と考える、このある種の,、ね、あの,あの発想の転換が、ものづくり学の、えっと、もう最も基本であります。ここのところさえあの理解していただければ、この考え方は病院にも使えるし、スーパーマーケットにも使えるし、から農業にも使える。実際、我々そういうところの改善をどんどん進めてます。えー、っとこれ、全部使います。ですか,だから、そういう広い意味でのものづくりの話をします。 我々が考えるものづくりとは、ものを作ることではない、ものに作り込むことである、何を設計者の思いですよ、設計者の思いを、ね設計あの、ある媒体に作り込むこと、ものに作り込むことをものづくりというと、ね、そう考えれば、まあ、アリストティスの話さ、さっきありましたけどね、現物は設計情報と媒体の組み合わせである、このけしみたいなですね。さあそこで 媒体が有形ならば製造業、これは先ほど小林先生の話は、お薬もそうですね、有形媒体に設計情報載ってますね、これね。この分子の構造という設計情報載ってます、えー。無形ならばサービス業です。私、今日ちょっと給料もらえるのかどうか聞くのは忘れちゃったんだけど、あの一応あの、えーと、サービス労働者です。なぜ私、これライブでやってますね。この部屋の人しか私の話聞きませんね。 空気の振動というものを使って、私のお話をお伝えしてます、私の設計情報を伝えてます。従って、これはサービス業であります。よろしいでしょうか。えー、と私はあの大学教授とか行ってますけど、実はサービス労働者であります、はい。そういうね、講義のものづくりとはそういったね、意味で、良い設計、これが付加価値を持ってますからね、付加価値を持った良い設計の良い流れを作る、ここです。無駄のない良い流れなんです。で,でもって、お客様が喜んだ、こっちも儲かった。 御用を守れたとこの三方よしを実現すること、これが広い意味でのものづくりであります。従って、この考え方は、あらゆる産業に使えます。実際、我々は使ってます。旅館でも使えます。えー、あの郵便局でも使えます,ですか、はい。とすればですね、今言ったこの丸いのは設計上ですけどね、設計上、流れを司る開発、生産、販売、購買っていろんな機能があります。これ、すべてものづくりです。だから、いや、私はね、設計やってますから、ものづくりやってませんなんていう人がいたら、その会社、落第です。 すべてはものづくりであります、だから一体として考えなきゃいけないというね、良い設計の良い流れでお客様を喜ばせるということ、つまりこれね、全体として、これエンジニアリングチェーンというか、ね、エンジニアリングの,要するにその開発の人たち、技術者の人たちのね、流れづくりと、それから現場のワーカーの、えー、と流れづくり、そしてこの辺はもうあは、ね、トラックの運転手さんとかね、えー、あのお店の人とか、みんながあの共同でこの良い流れを作って、お客様にこにこまで持っていくということでありますね。 でそれは先ほど言いましたように、媒体が有形であれば製造業であります。自動車もそう、製薬もそう。最後はお客様ニコニコですね。えー、これは、最後はこうお客さん、人生の流れにぶつける最後はね。お客様の人生の流れに対してぶつけて、ちょっとはこれ買って、ちょっと俺の人生良くなったなと思えば、まさにね、今日の井原さんの話じゃないけどね。それで OK なわけであります。サービス業の場合は、無形の媒体に乗っけて直接ぶつけます。 ね、そしてやっぱりお客さんにこにこです。だからサービス業、製造業、在庫が効かないとかなんとかって、多少の違いはありますけど、基本は一緒であります。つまり、えっと、生産、開発、サプライヤーシステムね、販売、こういったすべてのです、ね、流れを作るためのです、ね、仕組みが、すべてよどみなくスーっと流す。ですが、よどみなくスーッすーっと設計書を流してお客様にね。 というのが理想のものづくりの形であって、その形ができていると、そうそう負けません。ですから、われわれの子どもたちにもうちょっといい暮らしをしてもらおうと思ったら、もうちょっといい流れを作るということが基本になってくるわけなんですね。そして、ここでよどみって言葉ができましたよね。流れてない時間。これが付加価値が流れていない時間であって、ものづくり学においてはこれが無駄であります。 だから無駄をなくして流れを作ることが、例えばトヨタ法師の根幹であって、間違ってもトヨタ法師がコストダウンがあの第一ですなんて言ったら、それ、ね、あの何勉強したんだって話なんですよ。流れだよと、ね。流れ作りが第一なんだというふうに考えるわけです。これ、大野さんの書く有名ないですね、商品差し作業時間あります、ね。これね、これ全体、例えばです、ね、8時間働いてる中で、ね、1日8時ですね、どういう時間がありますかとね、本当になんかね、例えば削ってるとか、本当に組み立て,てるとか。 そういうい本当にお客様が喜ぶ付加価値を生んでる時間は、実は結構短いです、10%, 10だったらいいほうですよ、トヨタはさすがに3割、4割あると思うんですけどね、もうちょっとあるかもしれない、でもまあね、普通の会社10%以下なんですよ、残りの時間はっていうとね、必要だけども価値を生んでない時間、それからそもそも必要ない無駄な時間、これ全部合わせると、まあ、広い意味での無駄なんですね。 えとこの付加価値のない作業の代表選手は、これは歩く時間です。例えば、私がこれ、組み立てやってるんですよね、あっちに部品箱がある、部品箱まで行って、部品を取ってくる、ね、戻ってくる、1、2、3、4、これ、10秒かかりますね、この時間は必要ですよね、お客様に対してです、ね、この部品をつけるた、これは賞味作業ですからね、賞味作業をやるためには、絶対必要な時間なんだけども、これ、価値生んでませんね、こういう歩いてる時間なの典型です、これがこの,あの,この付随時間ですよね。 だから無駄な時間っていうのはね、あれ、なんか次の部品来ないじゃない、次の,あの製品来ないなと、あのなんかいろいろ計画上の乱れなんかがあってね、うまくあの工場が動いてないんで、ぶらぶらしてる。これ、全く無駄ですよね。ね待ってる時間、歩いてる時間、これがもう代表選手で、これ全部合わせて大体9割いっちゃうんですよ。ということは、この時間は10%ぐらいしかないことが多いです、この消費作業時間は。ね、さてと これはある例です、これちょっと甘く計算してますね、これが、えー、とビフォーでこれがアフターですね、調味作業時間がこのね、あの50%パーからまあ80%パーぐらいですかね、これからたぶん2倍近くになってますね、いいですか、この間に生産性がどうなったかっていうのを見ると、生産性はこうやって、こ,れこの棒グラフですね、まあ、2倍とは言えないけど、やっぱり上がってますね、よろしいですか、これはこの通りなんです、なぜならば、この2つの数字は完全につながってるからなんですね。ちょっとこれすいません。み もうすぐ終わりますが、えー、と簡単なあの計算やってみます。ですか自動車の工場があります。これ、かなりリアルな数字ですよ。ですかえっ、ー、とお、維持工場で1交代あたり250人働いてます。だから、あの2交代で、ね、工場が動いてるのに、500人がその工場で1日働いてます。みんな8時間働いてます。そうすると、8時間で500人だから、これ4000人ですね。4000人時ですね。これ、例えば 2, 1人2000円もらってれば、これ4000かける2000の、だから、 800万ですか、ね、というのが、えー、と全体でお出てったお金のねになりますね。さあ、その間に1分に1台車を作ってます。1分に1台だと大体、16時間の働くと大体1000台ですね、960台。だからこれ、1000台としましょう。ね、そうすると、4000人時で1000台の車が出てるから、1台あたり4人時、4000割1000だからね、4, 4人時のという、この生産性で動いてます。これ、実はえっと小さいほどいいわけなんで、これは生産性の逆数であります。1割ことの物的、ね、生産性。 これが生産性です。これが日本経済の根幹を支えているものであります。よろしいですか。さて、そこをね、もう一回あの分けてみましょう。それはね、情報転写の職後、さっき言った賞味作業時間、ね、1日当たりどれだけが賞味作業に使かってみて例えば50%が賞味作業だったんで、4000のうちの2000時間が、2000人自分がこれがね、実際の賞味作業の時間で、ね、でそれが仙台ですね,ねで。そういうふうにしますとですね、えー、とこれね、千二千2000、これ二千0千0 0 0消えますから、 えとさっきの4線戻るわけですね。ですから、これですから、これ全く同じ式であります。高等式であります。さあ、この式でね、最初の項と 2, 2番目の項を見るとね、最初の項が示しているのはね、設計情報転写の速度なんですよ。で、2番目が設計情報転写の密度なんです。今日見たあの、ね、あの小林さんがおっしゃった、そのプロセス産業なんかというのはですね、どっちかというと、人間というよりはですね、えー、と微生物だとか、ああの分子そのものがお,あのお仕事をしている、自己組織系の、えー、というのがね、特徴ですから、 そこにおいては、こっちがやっぱりかなり効きますね。情報転、つまり反応速度ですよ。これが効く。でも、あの自動車通を削ったりなんだりってところを言いますとね、こちらの数字、情報転の密度ね、これが5%、10%だったりしますんでね、こちらが圧倒的に効きます。えー、とだからトヨタなんかでここ、やっぱりこちらを見るんですね、密度ですか、えー。ある工場がありました。新潟県です。この工場も潰されそうだったんですね。 そしてみんな一生懸命ですね、潰されないために頑張って、2010年から2012年の2年間で、ですね、お金ないから設備投資ゼロで、ね、えっと、改善、改善、改善、無駄取り、無駄取り、無駄取りやってです、ね、で生産、あの消味作業時間比率が10%から30%になりました。ちゃんと彼ら測ってるんですよ。10%から30%になりましたこの。この数字ですね。この数字が、えっとまあ、10%から30%になったわけですね。えー、これこの逆数ですね。で、えー、僕、その後行きました、2012年のですね。 えと冬ごろですかね、で工場見ました、そして、えー、どうですか、生産されたら、2.8倍になりました、5年2年間で2.8倍に生産性上げて、これでわれわれは生き残りましたと、柏崎の工場です、なんで頑張るんですかと、さっきの話ですよ、見てくださいと、ね、この今働いている連中の9割は柏崎の人間ですよと、ね、あの柏崎の、ね、じっちゃん、ばっちゃんがね、みんなその、えー、これはいい工場だと、この工場で孫子代わり食っていくだと、みんな言ってると、潰せますかいと。 いろんな言い方しますけどね、そうやってもうじたばたしながら、みんな工場が生き残ってきてるんですね、その間に生産性向上を猛烈にやってます、ですかただ、先ほど言ったように生産性向上だけやってんでは、これはあれですね、えー、と人が余っちゃいますから、そこで社長を走り回って仕事を取ってくる、ね、これをです、ね、簡単に言いますとです、ねあの、経済学の言葉で言いますとね、有効需要の創出と生産性向上を同時に行わなければ、 われわれの子どもたちの仕事をね、あのまあ、生活をちょっとよくしながら、ですか、あの雇用を完全に守って、200人な200人全員ね、食わしていくんだというのをやった上で、利益もそこそこね、10%、10 5%、5%出しますと、今言ったことを全部やろうと思ったら、えー、今言った2つのこと、生産性向上と有効需要の創出を同時にやらなければこれできません、これは法定式上できません、これは不定理と言っていいです。 もっと言っちゃいますと、プロダクトイノベーションとプロセスイノベーションを同時に行わないと、これはあできません、えっと、この,あの方程式は成り立ちません。つまり、今ね、いろいろとイノベーションというのはね、お国が何百億かけてね、でっかいイノベーションやるんだと、これも大事ですよ。だけど僕らから見ると、もっと大事なのは、こういう現場でジたばたやって何十万という現場で,です、ねね、社長走り回って仕事を取ってくる、ね、で現場がです、ね、生産性を上げるたてもじたばた無駄取りをする。 これこそがプロセスイノベーションとプロダクトイノベーションなんです。草の根イノベーションであります。ね、何十万のです、ね、現場がやっている草の根イノベーション、これの方が、実は経済効果から言えばです、ね、えー、その何百億かけてね、派手派手にやってるです、ね、イノベーションよりははるかに効きます。これは実際聞いてます。2009年の左右ですね、失業率、日本、一番ひどい目にった国ですね、リーマンショックで。何パーセントですか、5%パーセントちょっとですよ。アメリカ十何パーセントですよ。 なんで、ですか行ったら、ですねもうどこの会社も,も2009年があちこち行ったけど、もうどこもかしこもみんなもう真っ赤化ですよ。真っ赤化なのにみんな人を駆け込んでしょで、やめさせないでしょ、ね、で、どうすんですかって言ったら、もう生産性上げるしかない、生産性があったら、人にまた余るんじゃないですか、しょうがない、俺が走り回って、指紋取ってくるよと。ね、そのためにはね、俺が,俺が図面配描いているんですよ、私の親戚なんていうのは、あの立会川で車のレーシングパーツ作ってたんですけどね、えー、この間行ったらですね、 えいつの間にかあの景色変わってました従業員みんな一緒、三十何人みんな一緒なんだけども、作ってるものががらっと変わってる医療機器で、60過ぎたらです、ね、僕の親戚の親父が、ですねいや、俺が図面引いてるよって言ってね、図面引いてですね、医療機器やってますよ、ね、つまり、えーと、どうかすれば産業構造が展開していくんであれば、ですね良い現場であれば、現場の中で産業構造が転換していきます。だから間違ってもですね 新しい、ね、産業を、ねね、にあの生まれ変わらなきゃいけない新、産業の新人代謝が必要だその通りだと、ね、だから、今ちょっとこういう人いますね古い産業の工場をどんどん潰して、スクラップにして、人をどんどんね、首にして、その人たちを再訓練して、ね、新しい、ね、産業の工場にどんどん放り込むと、これがいいのであると、流動化であるという人いますね,ねあの、これ、理論的に間違っちゃいないんだけど、私は言いたい、あんた現場見てないでしょ、なんですよ、わかりますか。 現場は、その現場の敷地内でやってますよ、みんなそうやってね、だからジタバタしながらやってるわけですから、何よりも大事なことは、良い現場をいかにたくさん残していくかということであります。えっ、ー、と、まあ、すみません、あと、えー、あれません2、3分ですね。えっ、ー、と、これ、最後にし,、えー、にしましょう。今言ったですね、いいですか、このね、8時間働いてます、その中で本当に価値を生んでる時間、どんだけですか本当に火花が散ってる時間、本当に削ってる時間、本当に組み立てやってる時間ね。 というと、まあ、せいぜい10%、トヨタでもまあ30から50、普通の会社はなんとか重工さんとかなんとか製作所さん、でかい立派な会社でも大体いい10%以下です。とにかく歩いてますよ。一日中ね、今日は佐藤さんのビデオを撮るで、佐藤ずーっとビデオを撮ってくね、まあ歩いてる歩いてる、あれ待ってる待ってる。ね、ほとんどねあの、賞味作業ないです。ただし、10%しかないとしたら、これはグッドニュースなんですよ。伸びしろがありますから。10%が30%になれば生産性3倍なんですよ、さっきの式で言えば。 指揮の通りでで本当そうなるん,です,本当そうなんですよ、ね、だから私は学生にもよくんですけどね、確かにそういうです、ね、工場あるいはね、というのは、ね、まあ、生蔵かもしれない、出来悪いかもしれないけども、伸びしろはあるんですよ。もう学生にもよくんですねあの、出来の悪い学生来るとですね、君はね、出来が悪いなって言って、ねあの、なかなかみんな元気出ませんからね、君は伸びしろがあると言っているとですね <laughs>、えー、いいですね。日本には伸びしろがある現場がまだまだまだあります。まだ,まだまだまだあります。ですから、そういう人たちが諦めずにやっていけばですね、 少なくとも2020年、もうちょっと明るい現場が日本にたくさん出てくる、それこそが私は日本の経済を本当によくする成長戦略の根幹はここにあるというふうに考えています。もう一つ大事なこと、リードタイム、これは今日のあの小林さんの話がまさにこれですよね。ですあの特に加工系ですとね、ここで、ね、例えば10日間、材料が入ってからです、ね、製品出てくるまでのリードタイムね、10日間あるとしましょうか、本当に削って、本当に設計上を受信している時間。 本当に削られてる時間、本当に組み立てられてる時間、ね、あのですから皆さん、部品の気持ちになってね、部品とかゲーム材料の気持ちだったら、ね、ずっと待たされて、もう病院とかじゃないんですよ、ずっと待たされてるんですねで。待たされて、ね、ようやく、ね、と思ったら10秒加工してはい、おしまいと。そのあとまた,また3日間待たされてね、また次の加工だったらまた,また10秒とね。全部出すで大体です、ね、10日間待っててです、ね、実際に、ねえー、加工を受け,てる時間受けてる時間は、つまりあの受診側の消味作業時間は、 まあ、よくて0.5%です。普通は0.05%です。2000分の1です。ですかこれも同じですよ。この数字は0.05%が0.5%になれば、他の条件一定とすれば、これは,これは算数の式です。ですかリードタイムは10分の1になります。多分先ほどの小林さんの話はそそそ、もっとすごいつけるかもしれないね。バッジからですね、フローにするということは、圧倒的なリードタイムの、ね、短縮になるわけであります。ですから、われわれ考えるべきはです、ね、その良い流れを作ることによって、まずですね、早く流す。 リードタイムを早くする、良い流れを作るということを先に考えて、そこに集中していくと、ですね自然にあのこう体質が良くなって、その向上は良い向上になっていきます。あとは社長が走り回るかどうかです、社長が走り回って、ねあの、お茶でどんな生産下げてもね、社長が頑張ってくれるんだというふうなこの、その相互信頼関係、そして地域との信頼関係、三方よし、こういったあのフィロソフィーの、ね、部分がきちっとあのお担保されていればですね、 えと日本でまだ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 あ改善の余地はある、えー、そしてわれわれの子どもたちがもうちょっといい暮らしをする余地がある、まあ、それがありますんで、私は、えー、と今、全国13県で、ものづくりインストラクタースクールをやってです、ね、そういった流れづくりの改善ができる先生を作ろうということで、まあ、皆様のような、ねまあ、お年配の方が多いんですけどね、来ていただいて、そのままじゃだめですよとね、そのままやっちゃだめですね、私らの,あの、ね、やり方は、まずね、勉強していただくと、あの中小企業なんてあれですよ。 いきなり怒ったらだめですからね、まず褒める、そこからでしょ。<laughs> ね、そこううからも、基本からやっていただいて、市、え、販、ー、学校ですあの。流れを作るあの、現場の流れを作る、先生を作る市販学校を今、全国13作りました。東大が、えー、と高等市販学校で毎年十何人来ます。えー、今、13、たた年間数十人出てますね。この形をだんだん、もうちょっと、今度は,今度は北海道行こうとかね、えーと、だんだん増やしてますけども、えー、これがわれわれ社会科学者がやる実験であります。 つまりこの規模じゃないと、ちょっとねあのあの、検証できないですね。で、なんとなく10年やってきて、まあ、10年かかったですけどね、少しあの手応えが出てきていると,ということであります。無駄をなくして流れを作るということ、これがあ,そのあらゆる地域においてです、ねえー、浸透していけば、まだまだ日本は捨てたもんじゃないということを申し上げたいと思います。